皆さん、少し前に動画で上げたミミブサタケ、結構ね、老期になりつつあるんですが、もしかしたら胞子を飛ばせるかも。あ、出ました！胞子、このようにミミブサタケ飛ばします。キノコチャンネル。皆さん、目の前にあるキノコ、こちらですね。ほうべに白足イグチというキノコです。このね、全体的に真っ白な、真っ白とはちょっと言いづらいんですけど、この傘ですね、がグレーで、柄の部分が白の網目状。でね、ちょっと古い場所とかがほんのりピンクっぽくなってるキノコです。で、このキノコね、観光が白でね、大変美しいキノコなんですが、山鳥竹もどきと間違って食べちゃう人が結構いるみたいなんですよね。全然ね、こうやって見たら違うんですけど、手前にも老菌があります。ただ私も去年間違って食べてるんで、似てる子がね、たまにね、いるんですよ。それがこの、ほうべに白足イグチです。味は酸っぱいキノコです。皆さん、目の前にあるこのすっごいね、鮮やかなオレンジ色のキノコ、花笠イグチというキノコです。これね、裏がしっかりと観光に、ちょっとね、古いですね。綺麗だと、もうちょっとね、コントラストがなんかしっかり黄色なんですけど、花笠イグチです。向こうにもうちょっと若い個体がいたので、そっちに移動します。こちらに花笠イグチ。一本だけですね、この子は。で、裏面を。観光がね、このほんのり黄色で、花笠イグチのこのオレンジ色とのね、コントラストがしっかりしててすっごい綺麗です。皆さん、目の前にあるこの傘のシワシワが特徴のキノコ、シワチャヤマイグチと言います。ちょっとね、絵がすっごい見えにくいんですけど、鏡で見えますかね、これ。絵がね、黄色っぽい絵をしています。でね、横から見るとこの傘のシワシワ具合、素敵じゃないですか。シワチャヤマイグチです。